どうも。はい、どうも、ゆたぽんです。まあ、今回はね、Q&A っていうか、まあ、患者さんからね、よく聞かれることも多いんだけども、まあ、そのコロナのワクチン、打っていいですかってよく聞かれます。で、まあ、もちろんね、僕の外来に来る人っていうのは、まあ、心臓の術後の人がメインなんだけども、まあ、術前の人はね、もちろん来るけども、まあ、そういう人たちにね、術前にワクチンどうこうっていう話はあんまり出てこないから、あれなんだけども、術後の人、フォローしてる人が、まあ、もちろんね、心臓血管外科にかかってるっていうことは、心臓大血管手術後であったりとか、まあ、フォロー中であるような人たちが来るわけなんだけども、まあ、その人たちがね、僕ら、っていうか、まあ、僕、ワクチン打っていいですか？私、ワクチン打っていいですか？っていうことをよく聞いてきます。でね、実際まあね、どう答えてるかっていうと、まあ正直ね、わかりませんって言ってます。これはね、まあ結局ね、責任転嫁の試合になっちゃうんだけれども、まあこれまでのね、今まで一般に打たれてるワクチンに関しては、まあ、別に状態が安定してるんでいいですよっていう話は皆さんにしてたんですけども、まあ、今回のコロナワクチンに関しては、まあ、副反応が強かったりとか、あとはまあそのね、静脈血栓症の副反応があったりとか、まあ、いろいろなことが言われてる中で、やっぱりね、僕らにもあまり結局情報が入ってきてないわけなんですよ。こういう人が打っていいとか、こういう人打っちゃダメとか、そういうのっていうのはあんまり入ってきてなくて、まあ、添付文書を見ればね、禁忌はこうですよっていうのが書いてあるから、まあ、禁忌じゃなければ打っていいのっていう話になるんだけれども、じゃあ例えばね、僕が打つわけじゃないから。僕が打つんだったら、まあ僕の責任でね、まあ打ったらこうなりますよ、こういう可能性ありますよって話で打ってもらうことっていうのはできるのかもしれないけども、打つ人っていうのは違うわけだから、だからまあ責任持ったことが言えませんとしか言えないよね。で、まあね、その通り話します。患者さんには。まあこれまでのワクチンは別に問題なく打ってもらってますけども、今回のワクチンはちょっと特殊なので、まあ、問診票にしっかりと、自己自身の既往歴、まあこういう手術したよっていうことと、あとは現在飲んでるね、内服薬。まあこれをしっかり書いて、まあ、接種医と相談してください。で、僕らの方にも、まあ、そのね、正確な情報っていうか、まあ、打つワクチンがね、どのワクチンなのかっていうことにもよるかもしれないし、そういった情報っていうのはあんまり入ってこないし、で、まあ実際にね、打つ段階によっても情報ってやっぱり変わってくるじゃないですか。その合併症が出たとか出ないとかね、こっちは大丈夫とかあっちはダメとか。で、例えばまあ、打つ地域によってもね、例えばこういう人を優先して打ってくださいとか、まあ、こういう人はちょっと待ってくださいとか。まあそういうのはね、コロコロ結構変わるんで、まあその打つ時期だとか、まあクーポン来ましたんでっていうような話をする人もいるんですけども、まあそうは言ってもね、打つ時期によって結構変わってくるものっていうのは多いんで、流動的なんで、その外来の時点でね、まあいい悪いって判断できないから、まあ、既往歴しっかり書いて、内服薬しっかり書いて、その上でその時にね、打つ先生判断してもらってください。っていうことで、責任を丸投げしてます。でね、まあ、接種医っていうのはね、またね、接種医っていうかまあ、問診医っていうのかな、接種するのはまあ看護師さんなのかもしれないけども、実際にね、注射するのは。で、まあ問診のね、まあ簡単に言うと、まあ問診医をしませんかみたいなね、まあ、バイトの話ですよ。まあ来たのかな、どっかから来て。でね、一般的な医師のバイトの時給よりも、もうほぼ2倍ぐらいの金額が提示されてましたね。で、まあやること自体はね、非常に、まあ問診票のチェックだけなんで、まあ簡単なことなんで、費用対効果っていうかね、まあからすると、まあ実質的には3倍ぐらいの給料出してんのかな、普通の。まあ献血のバイト
ていうのはすごいね、まあ安いバイトなんだけども、それと同じぐらいのことなので、 やることとしてはね。だからまあそれとに考えると、まあ3倍とかね、それぐらいの金額を出してることになるんだけども、じゃあその先生がね、その心疾患持ってる人に大丈夫ですよってね、まあいいですよって言えるかどうかって言ったら多分言えないと思うんだよね。結局まあ感染症の専門医ってそんなに多いわけじゃないし、でまあそうやってねバイトで募集してるぐらいだから、バイト医っていうのがそこまでね責任を持って情報を仕入れて問診を見て判断、責任持った判断をするかって言われたら、多分なかなかねそれも難しいんじゃないかなと思うんですよ。例えばまあ僕がねそういったバイトをするって言った時に、自分の知らない疾患が来た時は主治医と相談してください、主治医の許可が出たらいいですよって言っちゃうと思うんですよ。だからこれはねもうね責任転嫁のピンポンゲームになりかねないと思うんだけどね。まあ、ただねやっぱり心疾患ある人っていうのは、心臓大血動脈疾患、心臓大血管疾患がある人っていうのは、まあそれだけでねやっぱりリスクにはなるから、まあそこでね新型肺炎になるようなことがあれば重症化リスクっていうのは非常に高いので、まあもちろんね打つメリットっていうのはあると思うし、まあ打つ優先して打つべき群に入ってくるのかなと個人的にはね、個人的には思うんだけども、じゃあ責任を持ってそれを進められるかといったら、逆に例えばね心不全を持ってる人だから、まあ、発汗発熱して、でね場合によってはご高齢者でまあ1日2日動けなくなっちゃったりとかして、まあより脱水が進んで心不全が悪化するとか動けなくなっちゃうとか、まああとはねそういうことが起こって高血圧になって動脈瘤が悪くなっちゃうとか、そういう影響っていうのはやっぱりねどう出てくるかっていうのは分かんないから、そこまでやっぱり僕も責任は持てないので、なかなかね難しいところだけども、結局今のところは僕はまあそのそういうねさっきも話をした理由を言って、接種医に判断してもらってくださいという丸投げをしてます。まあ今度はね多分その接種医っていうかね問診の方から打っていいですかっていうね逆丸投げが来ると思うんだけども、まあそれはどう判断するか、まあその時のね状況を見ながらまあうまくお話しするしかないんだろうけども、なかなか難しいよね。まあ手術したからって全ての責任を、まあ結構ねそういうことって多いんですよ。心臓大血管疾患で手術した人ってやっぱりまあ大きな手術だし、その循環器疾患にねは高野先生って結構関わりたくないって思ってんだよね。多分難しいからコントロールが、で一歩間違えたらもう死に直結するので、結構いろんなことでね問い合わせを受けたりとか、そっちでやってください的なことを言われたりするんだけども、まあ、僕らの方でもねその高疾患って分かんないでしょ。責任持ってね、じゃあ循環器疾患持っててもその手術していいんですかとかね言われても、手術の可否を教えてくださいとか、まあ、よく来るんだけども、まあ、必要あったらやってくださいっていうしかないから、なかなか難しいよねそういうのってね。まあだからとにかくまあその今回のコロナウイルスの、まあ、他の先生方がねどういうふうに心臓外科とかね、まあ、循環器内科の先生方がどういうふうに患者さんにお話ししてるのかっていうのはちょっとまだあんまり聞いたことはなかったんで分かんないけども、まあ僕はとりあえず無難な答えをしちゃってますね。それがいいのか悪いのかって言われるとねちょっと分かんないけども、でもそれこそね本当に無責任なこと言ってね何かあった時に大変なことになっちゃうから、まあそこはやっぱりねある程度責任の取れる範囲でまあ指示させていただくっていうことでやってます。
だからまあ心臓大血管疾患持ってる方ね、まあ、循環器疾患持ってる方いろいろ大変だと思うんだけども、まあね、よく主治医と相談して、まあ、あとは接種医というか、まあ問診の時に、まあ、それをちゃんと伝えるっていうことかな、今のところ言えることはね。まあ、これがね、実際に一般の人にね、どんどん広げて打っていきますよって言った時には、またガイドラインとかそういうのはしっかり出てくるのかもしれないし、まあ、またね、打つ製剤によっても違ったりはするからね、まあ、それによっても変わってくるところはあるんで、いろいろ情報は増えてくると思うんでね、まあ、その時はその時でまた聞いてもらえればね、答えてくれるとは思うし、まあ、僕もね、それなりに勉強しようとは思うけども、まあなかなか難しいよね、まあ、そういうことで、まあ、よくわかんないビデオになりましたけども、まあ Q&A っていうことでね、よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。まあ、今回はね、ちょっと愚痴みたいな、半分愚痴みたいになっちゃってね、申し訳ないと思いますけども、まあ、現実の外来での質問をちょっと取り上げてみました。まあ、大変だけど頑張りましょう。それじゃあ。